ラジオネームネッターアルコ&ピースの平子さん、坂井さん、こんばんは。先日テニス部の友人がナダル選手はシコラー、錦織選手はバコラーと話していました。男はみんなシコラーじゃないのと聞くと、テニスの業界用語でシコラーは粘って粘ってチャンスを待つタイプ、バコラーは攻撃型のハードヒッターとのことでした。お二人はシコラー、バコラーのどちらのタイプですか？俺今このメール聞いて思い出したんだけど、学生時代に付き合ってた彼女がセックスのことをシコパンっていう女で一発で嫌いになった。思い出したわ。だらしねえだろ。なんて言うの？シコパン。シコパン。シコパンひでえっすね。だらしねえ女だったな。だらしねえな。下品。下品。いや、シコパン、でもよく考えたのでもシコパンだな。で、その行為に入るときに、適当に音楽流す女で、自分の部屋の、なんだか知んねえけど、ビートルズのヘルプとかガンガンにかけて。うわぁ、その曲センスも出るな。親に聞かれないように。すぐ嫌いになった。アルコ&ピースのオールナイトニッポン。こんばんは、アルコ&ピースの坂井健太です。平子祐希です。はい、2014年8月1日、金曜日のオールナイトニッポンは我々アルコ&ピースがお送りしてまいります。はい、よろしくお願いします。お願いします。ねえ、シコラー、バコラーなんていう話ありましたけれどもね、あるんですね、そういう言葉も。業界用語で分かんないことありますもんね、その業界にいないと。これでもガチで使ってるのかな。使ってるんですか？サッカー福田をやってましたから。あ、そうなんだ。どっちだったの、福ちゃんは？シコラーとバコラーで。あ、バコ？バコバコ。バコバコ姫。へえ。バコラーだったんだ。へえ。俺シコラーかもな。待って、粘って粘ってチャンスを待つタイプかもしれない。俺もシコラーだな。そう考えるとテニス的に見るとコンビのバランスはあんまり良くないってことだな。ああ、どっちかやっぱバコラーじゃないと。そうだよね。みんなどっちかなってるかもしれないね、いいコンビとか。そうだね、聞いたらね。じゃあ俺この夏をきっかけにバコラーになるわ。いやでもバコラーの素質ありそうだけどな、攻撃型のハードヒッター。ああ、俺でも意外とね、ノーマルよ。いや、もうシコラでもバコラでもないですから。ノーマルって言っちゃうんですか。さあ、8月甲子園予選、はい、始まりましたけれども、熱い戦いがね、繰り広げられておりますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、暑い日続いてますけれどもね、どうなんでしょうね。熱中症対策を気をつけて、さあやってまいりましょう。何回さあるんだよ。何回山あるんだよ、入りの山が。ぐん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 。エキサイトバイクみたいになってる。本当夏ですもんね。ねえ、暑い日続いておりますけど。なんかやってます、夏らしいことっていうか。あ、俺その長男とね、豊島園のプール行ってきましたよ。あ、もう恒例ですね。恒例行事。うん。え、1回目。そうだね。あ、1回目、二人っきりで。3、4回ぐらい行くから、ね。そう。男同士でね。初っ端カツンと決めてきて、でもやっぱりまだ去年は2歳だったから、うん、今年3歳になってやっぱり成長してるから、この自分で認識して、うん、このプールの選び方とか遊び方とかやっぱ全然違うのよ、1年経つと。そう、豊島園ってあの波のプール、子供のプール、流れるプールって3つにこう分かれてるんだけど、やっぱ流れるプールをすごいご所望して、あの浮き輪に捕まってね、プカプカ、基本的に浮いて遊ぶだけなんだけど、流れるからこう一定方向にこう流れるわけよ、ぐる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 。そしたらね、もうパパ逆に行こうよ。出たよ。早くねえか、今いくつ一郎くん。今3歳になったばっかりで、なんかね、俺をすげえできねえ男みたいな目で見てきて、あのこの流れに乗ってくるくる回るだけなんみたいな目で、逆に行こうよパパ。早えな。できて、あ、でも流れに乗って行こうよって言って、そうね、こう流れるプールからね、遊園地側のジェットコースターがすぐ横を通るのよ、はい、ありますね。でわーってみんなでこうお互い手を振り合うんだけど、
そしたらね、一流がそのジェットコースターわーって言って手振って、うん、パパジェットコースターは速いねーって言って、お速いね、長いね、お長いね、素晴らしいね、かわいいな、お素晴らしいね、めっちゃかわいいな、そう素晴らしいっていう言葉をどこで覚えてきたのかわかんないけど、うん、やっぱりその子供の感受性っていうか、うん、本当ど真ん中をついてくるじゃん、うん、俺らジェットコースターが速くて長くて素晴らしいってことを忘れてたなと思って、素晴らしいっていうのは確かに思わないかもな、もうそうだよね、忘れてるかもしんない、でもさ、うん、根っこをもう一回さ、うん、見てみるとジェットコースターって速くて長くて素晴らしいよね、うんもう一回覚えさせてくれたんだね、うん、すごい早いな、一部くんチンゲ入ってるんですか、早くさんだわゾッとしたわ今いいなプール、これからも行くんでしょうね、またね、大勢5、6回行きますよ、すげえ行くな、何なんですかそれ、そんな楽しいですか、地獄のような楽しさよ、星前の芸人さんとも行く、もう行くし、まあ、いますもんね、うん、平子さんね、俺だからもう豊島園楽しすぎて、あのターミネーター2のもう戦争始まるあのサラコナーが横からガッションガッション言って、もう逃げてって言ってる、うん、あの公園みたいな感覚、いや分かんない、なんどういうこともう平和すぎて楽しすぎて、なんか起きるんじゃねえかって思うぐらいの楽しさよ、ハマってますね完全に、うん、なんかポスターとか乗ってもいいぐらい、いや本当そう、いや本当これ聞いてる人よ俺だから大株主を言ったら落としてる金で考えたら豊島園のまあまあですもん、まあまあな値段ですもんね、ちょっと下手したら俺で本当に 1% ぐらい持ってるとこあるよガンガン落とすからね俺豊島園には本当行くもんな、いいな、いいですねプールね、楽しい楽しい、さあ今週の放送ですけれども何やりましょうか、はい、うん、あのまあ先週なんですが、うん、グレイオーディションをやりまして、はい、やりましたね、まあ聞いていただいた方はご存知の通り、うん、まあ散々な結果だったわけですよ、まあそうですね、もう本当ただただグレイの皆さんに申し訳がないと、はい、この一言に尽きるわけであります、はい、まあ、裏の見方すると、うん、まあ神回だったわけですけども、ある意味ね、あ、ある意味、まあ、いやいやいやと、うん、いかんやろと、飽きまへんやろと、関西これラジオ画面怒っとるやろだと、なんで関西、関西弁なんすか、言いたいわけですよ、うん、ラジオ神ってなんすか、ラジオ神、もう聞いたことない、ラジオ、ラジオの神ですよ、ラジオ神お怒り、本当に誰なんだラジオ神、なのでなので、はい、今回はラジオ神の怒りを鎮めるために、うん、気を引き締めた放送をする必要がありますよ、まあまあまあそうですね、うん、これマジのマジの意味での神回を目指します、それは毎回目指しましょうよ、うん、今回特にね、そうそうそう、先週がとりあえずね、あの先週はねなかったことにしますいや、ね、なかったことにはできないですよ、うん、一切なかったこと、放送に載ってますから、はい、アルコ&ピースの平子ゆきです、先週はこの番組お休みということで、2週間ぶりの放送となります、違う違う違う、さあ8月甲子園予選、いや甲子園予選いいよ、熱い戦いが繰り広げておりますけれども、なんでなかったことになってんだよ先週はですね、佐藤隆太さんのオールナイトニッポンが、放送されたということで、はいはい、いやだいぶ盛り上がったみたいですね、盛り上がったみたいですけど、レギュラー取られちゃうんじゃないかななんてね、こっちも思ってますけれども、ね、うん、メールテーマがあなたの好きなお餅の食べ方ということで、うん、なるほど、なんでもね、そのきなこ一強ということで、ちょっときなこ以外も送ってきてくださいよ、あんこもあるやろが、佐藤さんのね、本当にいろいろね、お餅もいっぱいありますけども、うん、ねえ、きなこだったんすね、最後はもうきなこの応用なんかに突入しちゃって、ちょっときなこから離れてくださいよなんてね、うん、佐藤隆太さん困りましたなんてお話もございましたが、はい、盛り上がってるよこのラジオいやね、いや本当にこんなことばっかり言ったりやったりしてると、マジでこのラジオ神がいかんじゃねえかと、ラジオ神、うん、だからとにかく今回は分かりやすく、うん、かつ楽しい放送にしたいわけなんですよ、それはそうですよ、もっとベタラジオ、平均点ラジオ、安牌ラジオ、いや神回目指すんですよね全然神回になんない感じするんですけど、だ何をやるんですか、だからうん、夏祭りします夏祭りラジオで、うん、あのこのラジオを聞いてるやつだっていうのは、うん、もうせっかくの夏休みなのにこう家から出ないやつらばっかだと思うの、うん、
だからこのなんか夏祭りとか、うん、リスの対象でしかないわけ。リスの対象。うん。だけどさ、うん、もうさ、そういうのやめにしね。自分の殻にこもったらだけど人生なんて、おかしいって久しぶりだけどもう、全然もう、アレンジ強すぎんだよな。まあでも、遊べるときにね、遊ばないで後悔しても、後の祭りですからね。あら、うまいこと言っちゃいますね。ちょっとね、言ってこういうのも入れてきながらね。あれ今日たっぷり寝たの？いや、どっちかというと寝てないから。寝てないからね。寝てないから。なるほどね。まあ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 ね。うん、まあただ、うん、お前らの言うことも分かるよと、うん、こう急に外に出て夏祭りとか、うん、こうテンションとかね、うん、ついていけないところあるし、うん、まあ怖えし、不良いるしね。まあね、うん、祭りって言えばそうだよね。うんうん、だったらどうする、うん、どうしたらいい、平子ち考えた。答え出ました。なんだ簡単じゃん、うん、俺たちで作っちゃえばいいじゃんということで皆さん、うん、今日は、俺たちで、俺たちの夏祭りを作ります。作る、はあ、はい、うん。出店だったり、ルールだったり、うん、全部俺たちで考えよう。うん、そしてさ、うん、遊んじゃおうよ。騙されそうなんだけど、この人。大丈夫かな？ん？何、リスナーのみんな。え？あ、なるほど、そう言うと思ってました。だけど、平子っち。何も言ってない。そのお祭り、どこでやるんだい？すげえな。場所がないだろ？ないですよ。皆さん、うん、問題ございません。誰なんだこれ。実はですね、ここ有楽町にある日本放送の近くにある空き地を、うん、私買いました。宗岡良樹で領収書切りました。プロデューサーのね、宗岡さんね、うん、今ハワイ行ってるらしいですけどね。アロハ野郎ですよ本当に。抜けましたよ。どうなんですか、ラブレターズ。さあさあ、その土地なんですが、うん、実はね、このスタジオからも見えてるんですよ。あ、見えてるんですね。うん、ここ、はい、のブースからね、見える土地を買いまして、はい、大きさがどんぐらいかな、うん、いわき市民文化センターぐらいのね、いや、わかんないんですけど、大きさがありますよ。相当でかいですよ。どれくらい入る？キャッパで言うと、2000、3000は行くんじゃないですか。結構でかいですね。結構でかめですよ。うん、だから、このね、僕が買ったこの土地で夏祭りをやりましょう、うん。そして皆さんからまず募集したいのは、うん、夏祭りのアイディア。はい、どんな出店を出そうかとか、うん、こんなイベントにしていきましょうとか、あ、うん、まあ、出店でもいろいろありますよね。そうですね。ね、なんか例えばお面のお店があったら、まあ、どんなお面が置いてあるのかなとか、そうかそうか、あといろんな何々焼きとか、うん、何々飴とか。そうか、食べるもの以外でもありますもんね。うん、射的みたいなもの、ね、もありますからね。どんな出店がいいのか、イベントがいいのか。うんうん、皆さんが楽しむための、これ夏祭りですから。うん、はい、自由に書いてきてほしいです。はい、お願いします。お願いします。メールアドレスはすべて小文字で ap@allnightnippon.com、ap@allnightnippon.com、アルコ&ピースの頭文字を取って AP となっております。はい。この1時台にはこのアルピー夏祭りをみんなで作って、うん、2時台はそこに行ってみんなで遊んじゃおうよって。なんか買わされそうな感じするんだよね。そんなことない、そんなことない。なんか騙されてる感じするんだよ、なんか。大丈夫ですよね。サマーオブジョイ。本当に。みんなで楽しんでね、うん、遊ぼうっていう、はい、なるほど、やっていきたいと思います、はい、それでは深夜3時までの2時間最後までお付き合いください。アルコ&ピースのオールナイトニッポン、この番組はブルボン以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送をキーステーションに全国36局ネットでお送りします。今日の夕飯は何食べた？サンドイッチ。わかるな。アルコ&ピースのオールナイトニッポン。アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。今日はアルピー夏祭りのアイデアを募集しています。はい、俺たちが楽しめる夏祭りを自分で作って遊んじゃいましょうということで、はい、メールが来てますね。ラジオネーム、オチワイのダッチワイフ。マジかよ！ヤンキーがいない夏祭りとか最高じゃん！すげえな。道の真ん中歩いていいんだ。食べたいもの食べていいんだ。やったー！今までどんな夏祭りだったのよ、こいつ。辛かったな。だけど、今日はそんなもう我慢する必要もない。そういうやつが楽しめる。うん、縮こまる必要もない。道の真ん中歩いて食いたもん食って、大いに楽しんでくれよ。俺たちが作る俺たちの夏祭りだぜ。さあ、
どんな夏祭りを作っていきましょうか。ラジオネーム、ビスコジャンキー。射的がやりたいです。反り立つ壁を登ろうとしている山田勝美を撃ち落とすやつやりましょうよ。そう、おもちゃとかじゃん。なんだその射的。だからもうちょっとってところなんだよ。撃つ必要ねえだろ。かわいそすぎるよ。背中押してやってくれよ。鬼門なんだから、反り立つ壁は。景品じゃねえだろ、だってこれ。落としたら山田勝美人形みたいなのもらえると思う。続きまして、北海道ラジオネームバスケットカウント。新聞に載るエロい大根みたいな形したエロい飴細工屋を開きましょう。自分で作っていいって言ってんのに、もっとエロくてもいいんだよ。なんで大根みたいな形の。そうだよね。おお、これ俺舐めちゃうんだよって言って。まんまでいいのよ。自分で作ってるからね。自由なのに。なんで野菜に。飴細工にまで落とし込めないとできない。いいんだって、もっと解放して。自由な、ま、ちょっとセーブしてる感じするな。自由な祭りなんだって。縮こまってんな。ラジオネーム、トゥルーマンショー。薄くでいいです。会場に薄くラウドネスかけてください。いや、まあ、ガンガンでもいいよ。なんで薄くなの。気持ち悪いな、逆に。そうだよな。遠くから聞こえてきてんのかな。はい、続きまして、ラジオネーム、ラッコフィスティバル。お化け屋敷、グレイがあります。中から地獄の叫びが聞こえてきます。いや、その、ラッコさ、グレイがありますじゃなくて、提案してくんねえかな、まずは。そうだね。こういうのどうでしょうみたいな、うん、お化け屋敷グレイがありますじゃねえんだよ。とかどうでしょうみたいなさ。ちょっと、ね。その要素がないね。うん。まずシムシティみたいなことだから。あ、そういうこと、うん、あ、わかりやすくね。シムシティのお祭りバージョンよ。なるほど、なるほど。ここにこういうお店があってとか。はめ込んでいきましょう。うん。聞こえてきますじゃねえんだわ。ラッコよ。続きまして、ラジオネーム子供スター。僕は宇宙のスーパーパワーを集めるお祭りがやりたいです。やべえだろ、それ。パラボラアンテナをみんなで家から持ち寄り、これを広場の中央に設置。造船で平子さんに接続し、平子さんに宇宙のスーパーパワーを集めましょう。なんだそれ。うおー、燃えてきた。独特すぎんだろ。なんだそれ。スーパーパワーって何。小学生が考えそうな。スーパーパワーだ。ダークマターとか集まってきちゃうから。ちょっと自由が、もう、このお祭りっていうかこれ。ちょっと、そうだね、うんうん。別のものだもんね。そう、ね、別物になっちゃうから。うん、夏祭りね。うん、わーっとみんなでこう、楽しくね。ラジオネーム関口優斗。服装はガンツみたいな全身タイツがいいと思います。あれだと蚊にも刺されないでしょうし。いや、それだけ？そのためにあのスーツ着があっちいのに。なんかいろんな装置ついてるやつ。蚊取り線香炊くよ。普通に。なんだろう。もっと使えるやつな、あります？なんかまあ。いや、もうはっちゃけでいいんだけどね。ラジオネーム、のどぐろのどくろ。オリックスが優勝した体のビールかけがしたいです。オリックスはまあ相当遠いからな、優勝したの。オリックス優勝祭りになっちゃうからさ。そうだね、また、うん。それも別だもんな。オリックスグループのイベントになっちゃうから、うん、そうだね。それだと。社屋とかでやる話になっちゃうから、俺らの、ね。祭りをね。ちょっとらしいのとかあるというね。うん。夏っぽいのね。うん。石川県ラジオネーム御三家。僕は型抜きの屋台を担当します。お、いいね。高級車の型抜きに成功したら300円あげます。うん、本田圭佑の型抜きは鬼難しいですが、成功したら8万円です。いいね。めっちゃいいじゃん。あ、いいね。型抜き。うん。型抜き楽しいよね。これみんな、世代的に知ってんのかな。なんかね、こういう形があって、それを針でちょん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 つついたりしながら、綺麗に形を抜くとね、ちょっとでも割れたりしちゃダメなんだよね。すんげえ難しいやつとかあるんだよね。うん。
ったわ。本田圭佑の肩抜き、どんな格好してシュートする瞬間のとこだったら相当難しいぞ。そうだね。軸足発生からな。うわ、絶対割れるわ。うん。あれ削っていくタイプでした。俺削りタイプだね。俺も削るタイプだった。うん。一発でこう穴で行くタイプもいましたね。うんうんうん、場所場所でね。穴をね、そうポン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 押し当てながら。針で削ってたわ。肩抜きいいね。これいい。うん、うん、楽しそう。こでこういうかかこの肩はいくらとかね、うんうんうん。いいじゃないですか。お祭りっぽくて。おちょっといいね。ようやくっぽくなってきたな、うん。北海道ラジオネームバスケットカウント。熱するとめっちゃ飛ぶことでおなじみのごまがタレにたっぷり入ったつぼ漬けカルビをバックナンバーに焼かせる店、うん、なんでなんでバックナンバーに焼かせるんだよ。3人だから3人でジューって、うんうん、手際よくお前やれよ。なんでバックナンバーにやらせんだよ。バックナンバーはあいつら普通の夏祭り行けるやつらだから、うん、お前らと違うぞ。おうバスケットカウントの店にしろや。これそうだよ、つぼ漬けカルビ。あでもつぼ漬けカルビはいいけどね。店にあるかつぼ漬けカルビ。あんま聞いたことないね。ちょっといい焼肉屋だろこれ。売れそうだよそれに。おまあでもまあこれもね、まあ、出店っぽいですけどもね。いいね。おまあでも徐々に徐々に良くなってきたんじゃないですか。はい、うん。引き続きあなたからのメールをお待ちしております。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。それではこちらのコーナーに参りましょう。ドク、デロリアンの準備はいいかい？ OK、それじゃあタイムトラベルだ。アルコ&ピースの1週間。はい、こちらのコーナーはタイムマシンで未来を見てきたリスナーから、我々アルコ&ピースが放送日翌日からの1週間どんな感じになっているかを曜日別に送ってもらっております。はい、はい、では参りましょう。京都市ラジオネーム大黒柱オレオ。土曜日、堺。おばさんがチャリンコに乗るときに足をかけて片足で地面をトントンと蹴る動作を足こきと名付ける。いや別のもんになっちゃう足こき。ババアの足こき。足こき別のもんだからな。続きまして、愛媛県ラジオネーム2012。土曜日、ヘラクレスオオカブト。大きく発達した上側の角で地面に絵を描こうとするが、それはそれで下の角が邪魔である。すんげえ強そうなやつね。ああ、下にポツンっていうのね、あるからね。コンパスみたいになっちゃうよね。何描こうとしたんだ。かわいいな、考えるとね。うん、矢印描こうとしたのかな。こっちだよ。ね。続きまして、愛知県ラジオネームブラックメガネ。日曜、堺。ばったりと道でラルフ鈴木と鉢合わせした堺。堺は特注笛を吹き、流し目でその場を後にする。かわしてんな。昔のアメリカみたいなんだ。フッとされたな、遺恨残してからな、昔な。続きまして、京都市ラジオネーム、ラジオ用ボンド。日曜日、堺。新しい iPod が欲しくなったので、家電量販店に行く。店員に 32GB のというところを 32GB と噛んでしまい、急に周りの家電が自分のことを見ている気がして、急いで帰るのであった。ギボアイコってタイねえよ、そんなの。なんで家電が見てる風な感じ。言い間違えただけだろ。続きまして、三重県ラジオネーム、モポコロニョータ。月曜日、堺。NHK のスタジオパークからこんにちはに出演が決まり、大きな丸太一本を肩に担いで NHK に向かう。何なんだよそれ。何のつもりなんだよ。何をしようとしてんだよ。彼岸島みたいになるだろ。NHK 何なんだよ。続きまして、京都市ラジオネーム大黒柱オレオ。月曜日、
ターミネーター2の液体金属警察官役の俳優ロバート・パトリック。街を歩いていると、あ、チャーリーズエンジェルフルスロットルに出てたロバート・パトリックさんですよねと言われ、いや、せやけどもっていう。そっちかい。代表作、代表作。そっちかい。そっち出てんだ、逆に。ね、知らなかった。続きまして、ラジオネーム、大山。月曜日、剣道部員。お好み焼きを焼くとき、コテと調子に乗る。許してやってよ、うん、これぐらいね。そうだね、ああ、そこは許してやってほしいな。それぐらいだろ、剣道部員が調子に乗れんの。あとラーメン屋とかだろ。続きまして、大阪府、大木慎太郎。月曜日、平子。腹筋をしながらモノマネを、モノマネ番組を見ていたところ、コロッケさんの谷村新司のモノマネが目に入り、笑いをこらえきれずに腹筋ができなくなる。本当面白いもんな。わかるね、うん、この感覚、うん、安心して見れるかな、コロッケさん。あのご飯食べてても口に一回物入れるのやめようって一回止めんだよね。なるね、うん、やべえからっつって、あ、本当に入れなくてよかったってなって。バーって振り向いた瞬間ね、危ねえ危ねえ。あるわ。続きまして、愛媛県、ラジオネーム2012。月曜日、背もたれ大魔神。新幹線の車内、隣に座った少女が新大阪行きの切符を握りしめたまま眠っている。夏休みに一人旅か。微笑む大魔神だったが、車内のアナウンスが新大阪に着いたことを知らせても少女は起きる様子がない。ふっと軽く笑った大魔神は少女の背もたれをポンと起こし、ひと夏の思い出をそっと後押しするのであった。なんで、いや、いい話なんだけど、大魔神って言っちゃうとなんか、そう、大魔神ってまで強いんだよな、そう、うん、言うほどのことはしてん、うん、隣の紳士でもう断りちゃうから。なんで大魔神にしたんだろう。続きまして、ラジオネーム、猫の癖。火曜日、平子。楽屋で一斉のせという指ゲームをしている酒井が、ペッペッペーのけと叫んでいるのを見て、酒井の出身地を改めて聞く。お前どこだっけ。一斉のせはね、一斉のせ、うん、そうだよね、うん、そう、うん、僕もそ う, そうだよね、あ、これはそうだよね、ペッペッペーのけ。あれ。ペッ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 ペ、日本語。続きまして、千葉県、ラジオネーム、ヤマヒー。火曜日、柔らかめの歯ブラシ。可愛い女子高生が自分のことを手に取りカゴに入れたので固めになる。クリンってなっちゃったんだね。かわいい。あれ硬いな。柔らかいの硬いのな。まあ。賢者モードになって使った後だけまたふにゃくやる。続きまして、ラジオネーム、カラスくん。水曜日、酒井。後輩とゲームセンターに行き、エアホッケーをするが、その後輩がいちいちパックを押さえつけてから打ってくるので、ダイレクトで返せやと叱る。うわありそう。わあ、俺言うの、言うわ、これ。あ、一回、ガンって押さえつけてね、止めてから振りかぶってガーンって打ってくるやつね。めぐみさん方式ね。そう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 。うわぁ、これありそうだな、ほんと。ねえ、カン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 やるのが醍醐味でしょ、ね、止めるやついるもんな、絶対。で、思いっきりって、外に飛ばすやつとか、ぐだんだよな、マジで、あれ。あれやめてほしいよな。周りの人もビクってするし。続きまして、ラジオネーム、イエローサブマリン。木曜日、平子。あるサイトで会員登録をしようとして、ID を平子イケメンパーティーナイトにするが、その ID はすでに使用されていますと表示され、単純に誰がそんな ID つけたんだろうと気になる。なるな、平子ってあんまいないですからね、うん、あれかな、浅い企画のエネルギーの平子さんかな。平子さんね、
続きまして福岡県ラジオネームトゥルーマンショー。木曜日、カリナ。ゴリゴリのダンスミュージックにノリノリで頭をぶん回して調子に乗っているところを古田新太に見つかり往復ビッタされる。わかるなぁ、思想。なんか、別にいいじゃんっていう気持ちと、うん、よくやってくれましたっていうね。うん、別にいいんだけどね。何やってんのお前。続きまして、大阪府の大木慎太郎。金曜日、谷村新司。一人で入った初めての喫茶店にて、アイスコーヒーを飲みながら、ああ、今日もハゲとるわ。とつぶやく。言わねえって絶対。絶対言わねえわ。心新たに再確認することじゃないから、一日一日。はい、ということで、このコーナーではタイムマシンで未来を見てきたあなたから、アルコ&ピースが放送日翌日からの1週間どんな感じになってるかを募集しております。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。懸命に1週間と書いていただけると助かります。アルコ&ピースのオールナイトニッポン。お前にとっての名古屋は何だ？第二のふるさと。悪くないな。アルコ&ピースのオールナイトニッポン。アルコ&ピースの坂井健太です。平子祐希です、はい。メールが来てますよ。ラジオネーム、あさぎ色の深い月。ねえ平子っち、最高だよ。これだよ、これこれ、うん、先週のグレイがなんだかっていう企画じゃなくてさ、こういうの待ってたんだよ。いや、先週は僕らお休みでしたからね。お休みでした？うん。先週は野田秀樹さんのオールナイトニッポンをお届けしてるはずですよ。すげえな、聞くわ。野田マップを作ろう。もう一枚来てますね。ラジオネーム、大山。イケてる人たちの前ではおとなしいんですけど、イケてない奴らには高圧的などっちつかずの俺は祭り行っていいんすか？うわ、どうしますこれ。いや、これはいいよ。うん、あのね、うん、もし来てね、あ、おとなしいやつしかいねえじゃねえかって、うん、大山が高圧的な態度取っても、うん、うちのリスナーは、うっこり笑って、ようこそって言ってくれる。優しいからね。うん。そしたら、ボロボロ泣くと思うんだ。ありがとう。泣き崩れると思うんだ。膝から崩れ落ちて。入れてるやつ以外だな。じゃあ、はい、今日は夏祭りを作っておりますけれども。はい、案の方来てますね、うん。ラジオネーム、パクパク食べるお父さん。ストラックアウトがやりたいので、椅子に家庭用を縛り付けて、ボールを当て続けるのやりたい。アウトレイジ2ね。アウトレイジやりましたね。4度の方の。ガザーン。ガザーン。すげえ引きの絵ね。おっかねえやつな。バカ怖えやつ。ストラックアウトはいいけどさ。なんで当て続けるやつ。うっそうだな。ラジオネーム、ベンチウォーマー中山。昔、マッスルミュージカルで太鼓のリズムに合わせて上半身裸の男たちが胸とか太ももとか叩いて、うん、なんか体を打楽器みたいにしてタイミングよく、はっとか、うん、やーとか叫ぶ感じのあったじゃん。うん、あれすげえ祭りっぽいから、あれやりまーす。かりーな。あ、でもね、そういう踊り系のあっても、勇壮な感じでね、いいじゃないですか。いいよ。ちょっといいですね、うん。見るやつあってもいいかもしれないですね。うん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 、そういうイベントごともね、うん、あっても。神奈川県ラジオネーム、ルービックキューブン。平子さん、プロジェクションマッピングしたいです。ああ、あれね、ああ、いいんじゃない？二度系ね。だから、あの、日本放送のすぐ近くの湧き地だから、日本放送の社屋に移すか。あ、プロジェクションマッピング、何映します、でも社屋。いや、もうプロジェクションマッピングだから、まあ、まずはそのなんか、うん、日本放送がレンガ建てみたいにできてますみたいな感じで、うん、それがバーって崩れたりして、うん、あとは中世のお城みたいな映像とかになって。あ、いいね。おう、それいいわ。で、窓がバーって出てきて、うん、そっからオールナイトニッポンのパーソナリティが一気にバッて顔を出す。あ、いい。いや、ちょっといいじゃん。マジでいいじゃん。いいな、見えてきたな。あ、見えてきたわ。これ盛り上がるな。楽しいな。楽しい。楽しくなってきた。
ラジオネーム CVSV。 平子さん、ポンプ場は発電所の横あたりでいいですか？なんて？ん？ポンプ場は発電所。シムシティのあれか？ポンプ場？そうですね。発電所も出てきます。そういう、はい、シムシティ。そう、厳密にそういう俺シムシティっぽくって言っただけで、はい、別にそのシムシティではねえから。はい。懸命シムシティで来てます、ね。だからさっきだからぽい感じで作り上げていくっていうので例題としてシムシティって名前挙げただけで。はい。シムシティのルールに則ってやる必要はねえから、ポンプ場は発電所の横、いらないんだ。シムシティでは募集してないですね。シムシティでは、シムシティとして、うん、まあそういうっぽく作っていきましょうっていうことで。そうですよね。シムシティをやりましょうとは一言も言ってないから、則っとんなくていいんだ。ごめんね。でもありがとう。これからもよろしく。うん。うん。結構来ましたけどね。ねえ。まあでも、こんだけ来たらね、うん、そろそろ完成するんじゃないでしょうか。はい、さあ、うん、じゃあ皆さんからね、たくさんもらいましたが、うん、このアルピー夏祭りですが、うん、まずイベントとして、うん、マッスルミュージカルございます。うん、ね、タイミングよく、はとかやーとか、裸の人が言います、うん。そして、この日本放送社屋に、プロジェクションマッピングが、それいいもんな。でね、綺麗に映像で彩られて ね、ほんとそうですよ。で、まあ出店ですが、ストラックアウトで、椅子にカセリオが縛り付けられている状態で。それも採用なんですね。それ採用なんだ。まあ、型抜き屋もありますからね。型抜きいい、ね。はい。高級車の型抜きは300円。本田圭佑の型抜きは難しいけど8万円と。いや、混むな、それ。あと、エロい形した飴細工。射的もあります。あ、まあでもっぽくなってきたな。ね、反り立つ壁を登ろうとしてる山田勝美を撃ち落とします。あと、まあみんなね、ガンツみたいな全身タイツで蚊よけにしていただいて、つぼ漬けカルビをバックナンバーの3人が焼いていて、パラボナアンテナでスーパーパワーを宇宙から。それ、採用してるんですか、それ。これはしてない。これはしない。これはしない。お店はでもいっぱいできてますよ、いいね、このように。楽しくなってきた。はい、という感じになりました。うん、さあ、ということで、2時台は、うん、このアルピー夏祭りでみんなで遊んじゃいましょう、ということですよ、うんいいですね。みんなおいでよ。俺たちみんなで作った夏祭り。うん、楽しいに決まってんじゃん。ね、怖がらずにね、ねえ。さあ、ということでして、うん、ここからは、このアルピー夏祭りの感想や、状況の報告を送っていただきたいと思います。うんはい、俺たちこのスタジオから出ることはできないんで、夏祭り、こんな風になってますよ、こんな風にみんな遊んでますよという、うん、その様子をね、皆さんから教えていただきたいと思います。はい、引き続きあなたからのメールをお待ちしております。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。騒げるときに、がっつり騒ぐやつがかっこいいと思うけどね。誰今の、本当に。KJ。あ、KJ の。はい。言葉なんかのライブかなんかで言ったの？レゲエのなんかイベント出た時に、がっつり探せ、悔しいと思うけどねってファンタジスタ歌ったんですよ。こそかっけえや、マジで。マジで。やべえ、マジで。ああ、昭和53年生まれの誇りだ、マジで。あ、そうか。俺、ためだから。やば。K 君と。K君変わってくんだろう。さあ、ということで、こちらの企画に参りましょう。酒井ちゃんいけーホンダカップのコーナー巻き起こせジャイアントキリング はい行きましょう。全国から約1万人が参加する日本最大のアマフットサル大会のホンダカップさんから大会を盛り上げてほしいというオファーをいただきました、うん、5月に企画を立ち上げて名古屋で開催のホンダカップのエキシビジョンマッチに出るのあたり、うん、こちらの番組ではチームを作ったり作戦を練ったり、うん、いろいろやってきたわけでございます、うん、そしてついに先週こちらエキシビジョンマッチに出場本番を迎えたわけでありますけれども、来ましたね。これ対戦相手が、うん、レディースの優勝チームということで、はいうん、もう会場がね、うん、フットサル専用のコートでね、あんまりないと思いますよ多分ね、うん、すごかったね。ちゃんと観覧席もあって、はい、ナイス立派な会場でねやらせていただきましたけども、うんうん、
でこれリスナーもね、うん、会場の方皆さん来てくださいって、うん、はい、呼びかけましたが、思ったよりまあまあ来てもらって、はい、ね、お話なんかもできてね、はい、びっくりしたのは、うん、リスナーも集まってくれたんだけど、うん、選手の人で、うん、ラジオ聞いてますって、はい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 、言ってくれてる人がいて、はい、嬉しいよね、うん、ね、なんか選手だからイケイケの感じなんだけど、うん、やっぱりねオズオズとした感じで、ね、ラジオ聞いてるんですよ嬉しかったですね、うん、すごかったですね、本当ね、雰囲気もすごい良かったですよ、はい、うん、まあ平子さん足怪我してね、うん、まあ、選手を引退で監督になりましたけど、はい、もうがっつり、うん、ジャイキリの辰巳のコスプレ、はい、ね、ZOZO ですげえ探してZOZO タウンで辰巳っぽいジャケット探して買って、うん、すげえ熱いのにシャツの上に黒いネクタイ、うん、してたの、あの葬式用のネクタイ締めて上に緑のジャケット羽織って、うんうん、いや完璧辰巳でしたもんね、そう、だけど周りそんないじってくれなくてまあ対戦相手レディースの優勝チームの監督だけが裏でボソッと、それ辰巳っすよねさすがね、やってる人、ね、言ってくれて、うん、素晴らしいです、ね、おいそうっすこれわざわざ買ってそしたらちょっと引いてて、そんな深める話じゃないみたいな感じでさあ、うん、ということでここでね、実際に試合の様子をちょっと皆さんにお聞きいただきたいと思います、うん、お願いします。ホンダカップウッドサルフェスト2014エキシビジョンマッチ、有楽町ユナイテッド AB 対丸岡ラックレディース前半キックオフです。さあまずはボードを回します。丸岡ラックレディース右サイドから打ち込む先制点の丸岡ラックレディース、2番の横山有名家が確実にインサイドで入れていきました。いや開始何秒でしょうか今のは。取ったら取り返せ、自分つけと自分で受けろ。しかし丸岡ラックレディースの陣内にもだいぶ人が入るようになりましたけども、ここでどうだ、ちょっと迷ったか、その瞬間うまい2点目丸岡ラックレディース、村瀬ではなく本田ですね、本田が出てきました、4番本田が出てきました。さあ高井がいいぞいいぞ、これも坂井からのファーサイドへのボールをまず飛び込んでいきました、アイデンティティ8番田島直哉、見事1点を返す。本田が取りに行く、ここでフラになります。前半終了1対2です。前半あっという間の7分間でした。後半が始まります。平子監督に少し動きがありますよ。有楽町ユナイテッド AP パンツを脱ぎ上や下に入ってました。そしておっとシャツの下にも赤いユニフォームが見えてますよ。さあ4番の本田、4番の本田と変わるのは誰だ。そして監督の平子が入る。10番プレイヤーになりました。平子アルカンドピースの平子、10番を捨てています。10番の平子がキックインを見せます。いいぞ、しかし軸足がコートに入ったという、これまたルール的にという話でございます。知らねえよというような頭を抱えていますが、監督、酒井が持つ、うまい酒井のナイステップからコースを狙っていました。酒井のシュート惜しい、しかしドフリーでここで3点目が入ります。3点目が入ったところで長い笛が鳴りました。まさかの完敗ということになります。はい、うん、ということでお聞きいただきましたが、はい、まあ、結果から言いますと、うん、3対1で、うん、本当に惜敗、いや本当惜しかったっすよ、うん、うん、ギリギリですよ。で言ったら全国でナンバーワンになったレディース優勝チームですからね。みんなめちゃくちゃ動くし、マジうまいしね。うん。女子高生なんですよね、皆さん。JK。そうそうそう。で俺聞いたの、うん。3歳、4歳からやってますわ。いや、ね、ボールの持ち方は完璧そうですよ。うん。もうちっちゃい頃からやってる感じのボールの持ち方が。ね、マジで強かったけど。うまいわ、今の子、ほんとうまい。一応、演出っていうかね、うん、俺がまあ、足を怪我してて、監督となって、まあ、後半に差し掛かってから今ね実況で説明もしてもらってたんですけど、俺がゆっくりとユニフォーム姿になって試合に出ていく、
イメージでは、やっぱりこう、少しずつユニフォーム姿の、おい監督出んのかい10番背負ってるよみたいな、こう、試合会場のざわつきみたいな、やっぱりイメージしてたの。そしたら別に、その、俺がさ、足怪我してて、監督やるざるを得なくなったとかっていう流れは、他の選手とか、それ見に来てるご家族の方とか、お友達の方とか知らねえから、ただ、中年がゆっくりと服を脱いだだけの話になってて。やべえじゃん、それ。うん。俺、ちょっと、下は早めに脱いだもんね。おじさんがゆっくり服を脱いだだけの話で。はい、あれ、でも、怪我は大丈夫だったんですか？押してね。ん？押して。怪我を。うん。痛み止めみたいな。うん、そう、注射を事前に打ってもらって、はい、ニコラス・ペタスを昔見てたっていういい医者がいて。それ、そうなんですか？いい医者になるんですか？あの、K1 選手ですよね。そう。はい。その人に頼んだ。なんか、ちょっとね、あの、太田プロのあの若手の村瀬。あ、メンバーで出てもらいましたね。あの、本田圭介の、うん、メール来てます。はい、愛媛県ラジオネーム、レインメーカー。うん、おい、村瀬。お前、終わって早々に感想込みで結果をツイートしてたな。ネタバレかましてんじゃねえよ、タコが。しばらくして、結果はつぶやいちゃダメだったから、一旦消す。皆さんも削除。うるせえ。お前、二部の時もネタバレかましてたな。学習しろ、バカ。あ、そうなんだ。知らなかった、これ。そうなんだ、ね。書いてたんだ。あ、一応ね、まあ、試合の結果は、まあ、一応ここで発表っていうことはね、したかったですからね。まあね、うん、サングラスかけて出てたからな。あいつ、時計二つつけて。つけてたな。ちょっと会場もやっとしたよな、この時。あ、実際に来てくれたリスナーの方から、愛知県ラジオネーム、スペシャルウィーク。お、スペシャルウィーク。ホンダカップ、観戦させていただきました。正直、対戦チームの女子優勝チームも含め、各部門のどのチームも想像以上の強さで驚かされましたが、有楽町ユナイテッド AP も想像以上のプレーを何度も見せていただき、一進一退となる白熱した試合を見ることができ、自分はとても胸にグッとくるものがありましたし、大会側からのオファー目的であるリスナーと一緒にホンダカップを盛り上げてくんないということは、無事達成することはできたのではと思いました。最後になりますが、あの、ガチ最高な空間を共有できたことは一生忘れませんし、あの瞬間こそ、ビューティフルヒューマンライフだったと思います。本当にありがとうございました。そして、お疲れ様でした。助かった。ビューティフルヒューマンライフの処理の仕方わかんなかったから。俺も全然わかんねえ。スペシャルウィークさすがだな。そうだね。あの空間でみんなでいられたことを共有できたことが、美しい俺たちのね、ビューティフルヒューマンライフ。あぶねえ。だったんだよーって言ってくれた。うん、でも、ほんと、そう。ね。そう思う。そうですね。うん、本当盛り上がったもんな、完全に。ね、うん。うん、いやー、うん、よかったですね、これね、うん、嬉しいですね、そういうお話も。うん、さあさあ、まあまあね、うん、ということで、うん、こういうご意見もいただいて、まあ、大盛り上がりで、はい、まあ、イベントの方もね、大成功ということで、うん、ですがね、はい、これ、我々が盛り上がってるだけでは、しょうがないんですよ。うん、まあ、そうか。これね、大事なのは、うん、クライアントがなんて言うか、うん、上が、それ大事ですよ、本当に。ね、はい。そこでね、当日、うん、試合終了後、うん、聞いちゃいました。うん、この企画の大ボス、うん、フィクサー、うん、黒幕、うん、ホンダカップ事務局のトップの清澤さんに、どうだったかということを伺っております、はいはい。そちらの音源をお聞きください。はい、ということで、うん、ホンダカップ事務局のトップであられます、清澤さんにお越しいただきました。あ、どうも今日は本当に ありがとうございました。お疲れ様でした。いや、ありがとうございます。お世話になりまして、うん、あの、我々の試合見ていただけましたか？いや、もちろん、あの、ずっと、はい、あの、率直にいかがでした？はい、いや、素晴らしかったですね。あとですね、まあ、正直言いまして、ここまで皆さんが、はい、お上手で素晴らしい試合をなさるとは思わなかったと言ったら失礼なんですけどね、非常に試合としてもですね、本当素晴らしい試合だったなというふうに思います。ありがたいですね。はい、では、うん、聞かせていただきたいのですが、我々アルコ&ピースのオールナイトニッポン、
このホンダカップを盛り上げることはできたでしょうか。いや、もちろんですね。これだけ毎回ね、非常に盛り上げていただいて、まずチームを作っていただいて、うん、チーム名も作っていただいて、うん、ユニフォームも作って、はい、もう非常にですね、この素晴らしい展開で、ね、本当にお二人にお願いしてよかったなと、はい、今ですね、つくづく思っておりますし、まあ来年以降もどんどんこれ大きくしていきたいなという中でね、はい、またぜひね、皆さんとご一緒できればなと、ここで私が勝手に言ってしまっちゃいけないこともある。出た、みんな仕事決まったぞ。みんな、みんなやったぞ。忙しくなりそうだな。いやよかった。いやでも本当それぐらいですね、非常に盛り上げていただいて、感謝してます。本当ありがとうございました。はい、素晴らしいですね。高評価ですよ。本当に嬉しいわこれね。え、黒幕おいしょってことでミッションコンプリート。いや素晴らしい、素晴らしい、ようやくねえ、素晴らしい終わり方でしたね。だからこれ言ったらもうリスナーと共に作り上げて、うん、育て上げて、うん、そして成功させた企画ですから。そうですね、ぜひまたやる機会と本当やりたいですね。これ超良かったよ本当。今大ボスも、うん、来年も、ね、みたいな感じで言いかけてちょっと保険打ってましたけど、うん、いやまあまあで、まあ、僕はねそんなに言えることではないですがっていう。いやこれね、来年もありますよ。ありますかね、この勢いですと。ぜひやりたいですよ。はい、はい、ということで、はい、今年のホンダカップのコーナーはこれにて試合終了。終了。じゃあ最後にみんなでいっちゃいますか。みんなでいっちゃいますか。巻き起こせ、せーの、ジャイアントキリング。また来年お会いしましょう。アルカンドピースの坂井健太です。平子祐希です、はい、今日はリスナーと一緒に作ったアルピー夏祭りを開催しています。すごいですね、はい、うん、番組の予算で購入した有楽町の土地でリスナーと一緒に作った夏祭り、宿題とかね、嫌なことは後回しにして、うん、みんなで遊んじゃいましょうよと、はい、いうことで、さてこの夏祭りがどんな様子なのでしょうか。リスナーからの報告メール来てますかね。これも、あ、夏祭りの外でやってる音、はい、ここまで聞こえんの。うん、ここ見えてる、ほら見てみ、ここから見えてるから、ホテル、うん、ビルが、あのほらそこの土地で、え、あいやビルね、えほら赤い提灯の光がぼやーっと、いいね、夏の感じがあるね。あ、メール来てますよ。ラジオネーム浜くん、夏祭りか、おじいちゃんが盆踊り踊ってる周りでちょこちょこ動き回って、よく1000円やるから美味しいもん買ってこいって言われたっけな。あれから10年、思春期を迎えてからはほとんど話さなくなったのが心残りかな。はあ、さて久しぶりに夏祭り行ってくるかな。おいでよ浜くん。浜くん、もう始まってるよ祭り。しっぽりしてんな。みんなの輪に入りなよ。続きまして、ラジオネーム落合のダッチワイフ、間違えて意気揚々と迷い込んできたヤンキーがリスナーたちに今まで味わったことがないタイプのいじりを食らってます。え、ヤンキーは待てってしか言えてないです。いやうわー、ネチネチ系の。そっか、こいつら味わったことねえもんな多分な、ヤンキーは。あの感じの、うん、ラジオ系のいじりの感じ。なんだこれ。さぞかし面白いんでしょうな。あ、メール来てますね。宮城県ラジオネームこう、カセ量やべえよ、さっきマー君来てスプリットで股間直撃、なんかいろんな穴からいろいろ出ちゃっててやばいよ。公式の野球ボールじゃなくてせめてバレーボールとかにしてあげてよ。マー君のスプリットやべえから、やべえな、マー君も来てんのかよ、すげえな。ラジオネーム幸せあんこ、みんなツボカルビアで小銭が足りなくなったんだけど、僕、私、小銭を両替してもいいよって人いない？あ、そうか、バックナンバーやれや自分で。事前に準備しろや小銭ぐらい。それぐらいはしてほしかったですけどね。呼びかけですね。今度あいつら万札しか持ってねえのか。続きましてラジオネームペリー黒船、やばいよ平子さん、射的にさ
プライベートライアンに出てくる鬼やべえ狙撃手がやってきて、もう商売上がったりですわ。やべえじゃん。なんだよ。プライベートライアンの狙撃手はやべえじゃん。プロじゃん。プロ来てんじゃん。山田勝美さん、ガンガン、そり立つ壁のとこで、取れられちゃってる。一撃じゃん、一撃。もうすごいな、でも盛り上がってるな。大阪府ラジオネーム、海抜73メートル。まずいです。財布落としました。やば。ラジオで探すよう呼びかけてもらえませんか。もし見つからなかったら、明日の早朝に落ちてる小銭拾いに行きます。落としちゃったんだ。でもあるあるだな、夏祭り。うん、チャリカギと。ね、ね、チャリカギがよく落ちてもね、小さい鈴ついてる。呼びかけんだよな、じじいが。少年会に。ちょっと呼びかけようか。あ、ちょっとね。ですね、海抜73メートルさんが、こちらの敷地内でお財布を落としたようです。お財布を落としたようです。もしお財布の方を拾いましたら、こちら本部の方まで、届けていただけるとありがたいです。皆様よろしくお願いいたします。はい、呼びかけましたから。じゃんじゃん来ちゃうな、この呼びかけ。いや、1個だけ。1個、1個、1個だから。うん、じゃんじゃん来るってことないよ。それそうだな、なんかテーマから。いやいや、本当に落としてる、本当に落としてるから。続きまして、群馬県ラジオネーム、マルガリマルゲリータ。マッスルミュージカルの人たちに宇宙のスーパーパワーが集中し、劇的な速さでパンプアップが加速していきます。やーのキレが半端ないです。やべえ、混ざっちゃった。やば、そんなことあるんすか。マッスルミュージカルの人たちに宇宙のスーパーパワー集まったらやべえだろう。いやーじゃねえよ。愛媛県ラジオネーム、ミッキー・タカノフ。泣いた。マッスルミュージカル最高。スタンドバイミー、ドラえもんもこれくらい泣けるんじゃね。いや、そうだ、俺、この映画の俺予告編だけでもう、あ、これやべえってなったもん。あれやべえよ。あ、マジっすか。あの映画マジで。今日バカっすね。すげえバカだな。いい感じよ。バカになってるよ。ラジオネーム、子供スター。ねえ、バックナンバーの3人が壺漬けカルビ全然売れねえっつって軍手を外したよ。叱ろうよ。おい、いや売れねえじゃねえよ、企業努力よそこは。ねえ、売れさなあ。小銭も用意してないじゃん。なあ、それお釣りねえところに持ってこねえだろ。ね、みんなダメだな、バックナンバー両替してこいや。うん、3人だから2人で両替してこいよ。1人店番やれ。バカ野郎。厳しいな、バックナンバーに。北海道ラジオネーム、バスケットカウント。平子さん、壺漬けカルビアなんですけど、バックナンバーが俺に仕事を押し付けてストラックアウトやりに行ってます。エロい大根みたいな飴細工のお店早く行きたいよ。バックナンバー何やってんだよ。何なんバックナンバー。仕事しろよ。全然ダメじゃん。ふざけんなよ。しっかりしてほしいよね。ああ、結構ちゃんとしてくる。つぼ漬けカルビがやっぱちょっと、いや本当ね、肝になってくるよ。ね、肝になるよね。肝にはどうなるかもしれない。カルビだからね。ああ。バックナンバーちゃんと働いてね。引き続きあなたからのメールをお待ちしております。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。アルコ&ピースのオールナイトニッポン。家族。我々アルコ&ピースはリスナーのことを浴衣の帯にセンスを突っ込むタイプのやつだと思ってます。家族僕平子はお父ちゃん、酒井は兄ちゃん、そう思って接してもらいたい。うん、このコーナーでは家族の君から本当の家族には言えない君の日常を送ってもらっています。はいはい、では参りましょう。ラジオネーム、大黒柱オレオ。お父ちゃん、兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ。平子。さあ始まりました、今年の27時間テレビ。酒井。いやー、いろんな大人がたくさんいますね。おととし、去年と3年連続、今年もアルコ&ピースでよろしくお願いします。4時間後、
平子。これ言っていいのかな。実はね、3人いたんですよ、アルコ&ピースって。酒井、そうそう、辞めるときにそいつの家集まってね。5時間後、酒井、ちょっと待ってくださいよさんまさん。平子、そうですよ、僕たち解散なんかしませんって。火薬田さんにアルコ&ピースって書かれた爆弾破裂させるのやめさせてよ。6時間後、平子、うわー、この時間2人だけのトーク、え、ちょっと待って、オープニングはすげえ昔に感じる。酒井、うわー、ほんとだー。7時間後、酒井、平子ファンの方々ちょっとごめんなさい、この時間名古屋のレギュラーがどうしても外せないらしくて、ここから酒井一人でお送りします。でも気になるんで外からの様子だけつないでもらいましょう。名古屋のイタリアン冷やし中華、イタリアン冷やし中華。誰かわかんないよ、名古屋港の方。8時間後、というわけで今年の27時間テレビもここまでというわけなんですね。酒井、今年も最後は1時間漫才を皆さんに見てもらえて、僕たちの集大成が見せられたことだと思います。本当にありがとうございました。売れたなぁ、売れたなぁ。すげえ、なんかここまで売れると麻痺しちゃうからね、うん、なんか今までの自分がこう歩んできた、うん、ね、足跡とかもう一回見直す時期だよね、うんうんうん、ここまで来たんだなっていう実感を持ちながら。実は3人でやってたんだ、アルコ&ピース。すげえなぁ。今、この立ち位置のラインで言った時のサプライズ感のなさ。反応のなさ。ああ、そう。だから。東京都ラジオネーム、浜くん。お父ちゃん、兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ。次回、東京探偵、うっかり八兵衛。あ、ごめんなさい、うっかり平八。第2話、平八の危機、来週もお楽しみに。この作品はフィクションであり、実在の人物、団体、事件などとは一切関係ありません。他にも、登場2分10秒、平八の登場シーンで、平八がラーメンをこぼしてしまうシーンがありますが、こぼしたラーメンは撮影後スタッフが美味しくいただきました。12分5秒、平八が年上の犯人に向かっててめえというシーンがあります。ここで平八は敬語を使っておりませんが、撮影前に犯人役の方と挨拶を済ませており、合意の上での暴言となっております。36分6秒、秘書の愛子と平八がうっかりキスしてしまうシーンですが、実際はキスをしておりません。愛子役のアイドル、咲子さんファンの方、ご安心ください。51分3秒。エンディングで出演者全員が踊るシーンがありますが、犯人も笑顔で踊っているので、世界観が崩れてしまう可能性があると我々も懸念しておりますが、上司がどうしてもというので入れたシーンです。ご了承ください。最後に次回予告、平八の危機となっておりますが、最終的にはなんだかんだ助かりますので安心ください。言っちゃったよ。いや、これね、これ笑ってるけどね、まあまあね、5、6年はありえますよこんなん。今でもちょっとこんなに近いものもあるから ね、本当そうよ、うん、恐ろしいね、そう考えるとね。ちょっとゾッとするなこれ。続きまして、千葉県ラジオネーム、得意技はパンチ。お父ちゃん、兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ。冷たくて気持ちいい、海来てよかったね。ワンピースの裾を両手で持ち上げ、くるぶしまで波に浸かり歓声を上げてみる。彼の目に映るのは波と戯れるピュアな女。おー、見てる見てる、いつもよりキラキラと輝いてるよみたいな顔しとるわ。まあそう見せてんだけどな、演技だよバカ、早くバッグ買いに連れて行けや。見て、
こうやってすると波の音が聞こえるよ。貝殻を耳に当てる女、どう？こういうの好きじゃねえ、お前バカだし。弾いてる？やりすぎた私。はい、写メ撮ってる。思い出にしようとしてる。バッグ買ったら振られるのに。バカだなお前、気づけよ。金目当てで付き合ってんの。そろそろ戻ろうかって言えよ。銀座行くぞ、ほら。そろそろ車戻ろうか。はい、来た。その前に、耳の中には蝸牛という渦巻き状の器官があるんだ。その中には体液が入っていて常に揺れ動いてるんだけど、あ、音の振動をキャッチするためにね。だから君にも分かるように噛み砕いて言うと、貝殻を耳に当てることで振動が貝殻に反響し自分の耳に聞こえるという仕組み。簡単に言うとね。難しく言っても分からないだろうから、だから別に貝殻じゃなくても波の音は聞こえるわけ。貝殻と波の音ってロマンチックでリンクしてるようだけど関係ないから。それ子供の発想。別にコップや空き缶でも聞こえるよ。実際に試してみればわかると思います。はっきり言って物知らないよね、ユミって。勉強してこなかったでしょ。勉強してるやつバカにして生きてきたでしょ。でも今日の君かわいいよ。こいつ面白いじゃん。よかったのね。結果ね。そうだね。おお、すげえ、俺これ1話目のドラマ見るわ。あ、見るな。おお、引き込まれるな。おお。ラジオネーム、股関節痛。お父ちゃん、兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ。失礼します。私、今日からこちらの太田プロのアイドル部門に所属させてもらうものです。よろしくお願いします。ああ、君がそうなの。よろしくね。早速だけど、これからうちのタレントとしてやっていく上で、一人前のアイドル、芸能人、そして女性になるために守ってほしい禁止事項がある。まず、異性との恋愛禁止。スウェットの上からのペッティングのみ OK。プライベートブログ、男とのプリクラ、ハメ撮り流出の鬼の3コンボで活動自体禁止。中田ヤスタカにプロデュースされるの禁止。ヒャダインならギリ OK。トマト鍋の締めはうどん禁止。握手会で客の両手を溶かした鉛で消毒させるの禁止。長めの海外旅行から帰ってきたら顔がだいぶ変わってるの禁止。LINE や Twitter のプロフィール文が自分でも意味理解していない英語の一文なの禁止。フルーツグラノーラにもわさび醤油をかけていただくという貝原雄山イズム禁止。首筋にイノシシの油を塗って虫よけにするの禁止。童貞を全員包茎だと思い込むの禁止。流行りのトレンドだと思うの禁止。あ、ごめんなさい。アナルの中で。アナルの中で、クジャクを飼うことを、今流行りのトレンドだと思うの禁止。以上の規則を守るように。わかったね。すいません。やっぱ、オスカー行きます。アナルのクジャクは飛ばしてよかったよ、お前。これ地味に一番最初のスウェットの上からのペッティング OK はこれ水分全部取られるやつだな。口の中の素材がね。太田プロ厳しいな。ハードル高い。はい、ということでこのコーナーでは家族のあなたからのメールを募集しております。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。懸命に家族と書いていただけると助かります。メールの入り口はお父ちゃん兄ちゃん聞いてほしいことがあるんだでお願いします。
ルコ&ピースの酒井健太です。平子ゆきです。今日はリスナーのみんなと一緒に作ったアルピー夏祭りを開催しています。番組予算のおよそ200年分を前借りして購入した有楽町の土地でリスナーと一緒に作った夏祭り、大丈夫ですか？楽しそうですね。生きて遠巻きにね、我々まだ見てるだけですからね。さて、どんな様子なんでしょうか。北海道ラジオネームバスケットカウント、スタッフから連絡です。壺漬けカルビの壺は返却しなくても大丈夫です持って帰ってその壺にせんべいとか入れてください。ラムネ的なね。なんでバスケットカウント働かしてんだよバックナンバー働けよ全然働かないですね、あいつ。ダメだな、ちょっと前にボーカルのヨリと飲んだんだよ何やってんだよ、働けよ。言っといてくださいよ。あ、言っとくわ。ヨリさん許せねえな。ラジオネームはんぺん侍、大変です。バックナンバーが壺漬けカルビと久保塚洋介ってなんとなく似てるよなって、どうでもいいこと言ってます。どうでもいいな、ふざけんなよ。サボってんな完全に。何やってんだよ。なんだこれ、本当に言ったのかこれ俺本当に言ってんな多分な。いや本当には俺言うわ。いや、じゃあなんすかってなりますよ本当に言ったら。はって言うよ俺こっちが強気に出るだけだよリスナーからさ届いてんだよって言って神奈川県ラジオネーム川崎フラペチーノ、お財布落ちてましたよ。え、革製で十字架がついてて横にチェーンが照れてる、このクソダセー財布で合ってますか。いや、もう一回やり取りすんなよこれ、あ、先ほどね、あのラジオネーム海抜73メートルが財布落としたんで呼びかけてください。これでいいのかな。あ、そうなるじゃん。これだろう。これだよ、うん、これだあれ、あ、京都府ラジオネームういろ、アメリカの国旗が書かれた財布拾ったんですが、これって海抜73メートルさんの財布ですかね。あれどっちだ。え、いっぱいこれ、あれ、これ一緒のやつなのかな。あ、うん、革製で十字架ついてて、うん、アメリカの国旗書かれた横にチェーンが垂れてるクソダセー財布なのかな。だったらアメリカの国旗まず入れるだろう。マジックテープの愛媛県ラジオネームミッキー高野夫、財布ってこれ、おにぎりせんべいのキャラが書いてあるやつ。全然違うやつ来たじゃん。おにぎりせんべいのキャラどれなの。どれ、いっぱい財布落ちてんじゃんなんなの。なんでこんな財布落ちてんだそこの祭り会場、祭り反応が聞きたいよね。ラジオネームキラリレコーズ、大変です。反り立つ壁を越えてファーストステージを山田が突破してセカンドステージに挑戦してます。完全制覇なるか。あれそっちの期待だ、行っちゃってんだ。行っちゃってる。なかなか当たらずにかいくぐってプライベートライアンのねえ、狙撃手。これもしかすると、セカンドの最後のファイナルステージ、ゴール直前で狙い撃ちすんだよ。立ち悪いや、こいつ。一番立ち悪いよ、それ。生かしてやってよ。悲願だから。いや、もう財布落ちてるわ。続きまして、ラジオネーム、気まぐれ砂吹き。海抜73メートルさんの財布、プライベートライアンの狙撃手が持って行きました。何やってんだよ狙撃手。財布拾って行っちゃったから山田勝美さんもファーストステージクリアしちゃった。そっか遊ぼうとしてんのか、もう楽しもうとしてんのか。つながるもんだな。そうか、メールってそういうことか。うわ、そっかそっか。神奈川県ラジオネームハムマル、祭り最高、うん、大手を振るって夏祭りを楽しんだのは今夜が初めてでした、うん、アルピー最高、リスナー最高、うん、帰りたくなさすぎて勃起してきた。そんだけ楽しんじゃってんのか、ね、夏祭りにちょっとエロい感じも ねありますからね。山形県ラジオネームベネットは静かに暮らしたい、平子さん酒井さん、この祭り最高だよ。俺が味わい損ねた青春ってこれだったのか。そう言ってもらえたらありがたいね。確かに、満喫してくれてるわけですけども、うん、さあさあ、うん、そして皆さんも楽しんでいただけてるアルピー夏祭りをやってきたわけなんですが、酒井どう？
そうですね、まあ結構集まったんじゃないですか。うんうんうん、これ足りそうか。まあ十分でしょう。ああ、そうそう、うん、うん、ここでお祭りに集まってくれた皆様にいいニュースと悪いニュースがあります。どっちから聞きたい？嫌なことは後回しにしましょうよ。うん、そうだな。うん、じゃあまずはいいニュースから、うん。集まってくれた皆さんのおかげで、ラジオ神の怒りを鎮めることができそうでーす。やったね。盛り上がったし。うん。で、悪いニュースなんだけど、お前らには、生贄になっていただきます。ダメダメ、逃げようとしても無駄だからね。出入り口は封鎖しております。もう散々楽しんだんだから、今さら帰りたいって言っていっても後の祭りだよ。さあ儀式を始めようか。アルコ&ピースのオールナイトニッポン。アルコ&ピースのオールナイトニッポン。この番組は東京中田区有楽町日本放送をキーステーションに全国36局ネットでお送りしました。はい、あっという間ですが、そろそろお別れの時間でございます。はい、平子ちなんか夏祭り行く予定ある？うん僕は明日からね、一泊だけだけど地元に帰るんですよ。お、小名浜。うん、あら、このお休みいただきまして、ちょうど明日がね、小名浜の花火大会。いや、綺麗でいいもんね、夏っぽくなるよね。本当に7、8年ぶりに行けるんですよ。毎年行ってたのも。本当にいいな。本当にいいやつじゃん。ワクワクしてる。あ、そうなんですか。ねえ、僕、明日、おう、ツッコケ3人組でロックインジャパン行ってきて、あらまあお祭りでやべえやべえ夏祭り、はい、ね、リスナーの皆さんの夏祭りは散々なものとなりましたが、しょうがない、皆さん浮かれすぎだから、しょうがないですよね。まあ、畑のどうなるかっていうのもちょっと楽しみですけど。なるほどね、はい、そうです ね, ね、はい、楽しみですね。うん、さあ、うん、ここでちょっとねお知らせをさせていただきたいと思います。今年の夏も映画館で映画を見よう。さあ、はい、映画館に行こう実行委員会というのがございまして、ただいま夏のキャンペーンサマシネを実施しております。対象作品の映画の半券2枚をハガキに貼って応募すると、抽選でプライスレスな体験や商品が当たるプライスレスキャンペーン中でございます。はい、こちらね、ハリウッドスターに会えるチャンスや日本アカデミー賞授賞式パーティーにご招待など、まさに世界に一つだけのプライスレスなプレゼント企画が満載で、はい、日本放送のこちらオールナイトニッポンもこのプライスレスキャンペーンに参加しております。すげえ。なんとオールナイトニッポン生放送スタジオ見学などプライスレスなプレゼントをご用意しております。超すげえ。こちら詳しくはオールナイトニッポンの番組ホームページからサマシネのバナーをクリックしてみてください。すごいっすね、これ。お願いいたします。はい、さあメールの方来てますね。ラジオネームパクチー。そんなラジオ神の怒りを鎮めるための生贄だったなんて、ね、だが俺たちが犠牲になることでラジオの平和が保てるなら本も何でも乗っかるね泥だろうが何だろうが何でもしがみついてくるよすごかったですね、終わり方もホラーな感じで夏だしね。そうですね、ちょっとゾッとしていただきましたよ。そういうのもいいですね。あ、バックナンバーお疲れ、ありがとうねいねえよ一番怖いわ。チョコ食っていいよ、チョコの番組ではあなたからのメールを募集しております。コーナーは元気いっぱい酒井ちゃん家族アルコ&ピースの1週間、詳しくは番組のホームページをチェックしてみてください。あとただ文字を羅列しているだけの番組の携帯サイトも、そういうのが好きな人はぜひ、あとポッドキャストもやってるので興味がある方はぜひ、はい、はい、いや夏祭りね、うん、まあ、比較的僕らもそうだけどね、夏祭りってちょっとね、うん、いや、やっぱそのイメージありますもんね。ちょっと怖いイメージあるもんな、やっぱり。今年はさ、うん、今日境にみんなで一歩踏み出してみない？みんなで夏祭り行ってみようよ。そうだね。
こいつら一体どうなんだろうな。いやみんなこの、ね、メールの、ね、届き方 の、 この内容を見ててね、ちょっとやっぱ夏祭りに対するフラストレーションみたいなちょっと感じるのやっぱり。いやそうだよね、うん、本当に羽伸ばして楽しんではいないからね今まで多分この人たちは、うん、大丈夫安全な国だから悪さにも限界あるから。そうだね、うん、みんなにもね夏を満喫してほしいと思います。ぜひもう本当皆さん行ってくださいね、夏祭り、ね、こんなイベントマジでできたら面白いけどね。いや、やりたいよね。ねえ、ね、秋祭りなんかでも OK なわけですからね。別にちょっと涼しい感じでね、それもまたいいですしね。本当にみんなであの横笛でピーヒャラやりながらただ輪になって踊るだけのね本当に宇宙のスーパーパワーが集まるような警察来るだろうな。何やってるんですか。このパラボラアンテナは何なの。あ、宇宙のスーパーパワーで。それだけ、それだけ。ダメだ。一回あのバラでお話だけ聞かせて。まず楽しんでくださいね。はい。はい、ここまでのお相手はアルコ&ピースの酒井健太と平子ゆきでした。